前に住んでいた借家。怖いというか、ちょっと不思議な話。友人 H の実家は15年前、今の場所に念願の家を建てて引っ越してきたんだけど、H は前のボロな借家もとても好きだったんで、帰省するたびによっては思い出に浸ったりしていたんだそうです。ある日、やっぱり前の借家に寄ってみたんだけど、これが駐車場になっちゃってた。ずっと空き家だったし、相当ボロだったから、いつか取り壊されるだろうとは思っていたけど、一体いつの間に、ああ。その時、たまたま隣家のおじさんが庭木に水をやっていたので、いつ取り壊されたか聞こうと思って声をかけた。そのおじさんは、H が引っ越す前からそこにいた人で、H のことを覚えていて、懐かし話にひとしきり花が咲いた。で、いつ取り壊されたんですか?と聞いたところ。え?君が引っ越してってすぐだったよ。1年後ぐらいかな。は?15年間。H が見に行っていたものは一体。仲間内では、そのおじさんの記憶違いの線が濃厚と言われていますが、何しろ、H の名前や細かい昔話もよく覚えてて、しっかりしたおじさんだったそうなので、それもなんか。以上、前に住んでいた借家、をお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内に、あやかし語り、語り部の行庵と申します。はい、こんばんはでございます。あやかし語り115夜目をお届けしたいと思います。本放送を聞いていただいた方はお分かりだと思うんですが、こちらの放送がですね、10月6日に放送させていただいたものなんですけれども、当日配信ソフトネトラジスケープの方に問題が生じまして、途中で放送が切れてしまうという放送事故が起こってしまいました。で、今回のアーカイブは当日読ませていただきました。前に住んでいた借家、トンチンカンな先生、キャンプ&釣りに行った、取り壊し予定の家、親戚が生き返った、怨念一抜の6話に加えまして、月一のお楽しみ、自作のホラー小説ですね、コンビニやわの方から1話追加して、録音し直したものを上げさせていただいております。このような事情によりまして、今回のアーカイブに関しましてはレス読み、雑談等が全く入っておりませんのでご了承いただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。前に住んでいた借家、怖いというかちょっと不思議な話。友人 H の実家は15年前、今の場所に念願の家を建てて引っ越してきたんだけど、 H は前のボロな借家もとても好きだったんで、帰省するたびによっては思い出に浸ったりしていたんだそうです。ある日、やっぱり前の借家に寄ってみたんだけど、これが駐車場になっちゃってた。ずっと空き家だったし、相当ボロだったから、いつか取り壊されるだろうとは思っていたけど、一体いつの間に、ああ。その時、たまたま隣家のおじさんが庭木に水をやっていたので、いつ取り壊されたか聞こうと思って声をかけた。そのおじさんは、H が引っ越す前からそこにいた人で、H のことを覚えていて、懐かし話にひとしきり花が咲いた。で、いつ取り壊されたんですか?と聞いたところ。え?君が引っ越してってすぐだったよ。1年後ぐらいかな。
は？15年間、H が見に行っていたものは一体？仲間内では、そのおじさんの記憶違いの線が濃厚と言われていますが、何しろ、H の名前や細かい昔話もよく覚えてて、しっかりしたおじさんだったそうなので、それもなんか。以上、前に住んでいた借家をお届けいたしました。トンチンカンな先生。高校の時の科学の先生はトンチンカンな人だった。そんな彼の引っ越し先に奇妙なことがよく起きる。誰もいない部屋にぜーはーという苦しげな呼吸音がしたり、床下から突き上げるようにドスドスという音がしたり、ある日は家中の鏡という鏡にひびが入ったり、彼は、やなりがひどい、欠陥住宅だ、と言っていたが、私たち生徒は、それは絶対に霊だ、と話し合っていた。そんなある日、新聞部の連中が、彼の借家で15年前に自殺があったと載っている地元新聞の記事をたまたま発見。やっぱり霊だ、と私たち生徒が騒ぎ、彼もしぶしぶながら、霊なのかもしれないと納得。その日の夜から彼流の除霊が始まった。異音がするたびに彼は布団から出て部屋の真ん中に正座し、君はね、もう死んでいるんですよ。自分の宗教流儀にのっとって成仏したらどうですか。私に頼られても無駄ですよ。そもそも君は迷惑です。無関係な人間に迷惑をかけてでも自分の希望を押し通すなんて身勝手すぎます。君も生きている時は社会人だったのでしょう。少しは常識というものを考えてですね。そういうお説教を音が止むまで10日ほど続けたそうだ。そして最後の晩、いつものように異音がし、いつものようにお説教かましていたら、まるっきり人間としか思えないような霊体らしきものが現れ、申し訳ありませんでしたと謝罪し、異音は鳴らなくなったんだと。以来彼は幽霊さえも降参する粘着説教教師として生徒たちに尊敬されることになりましたとさ。以上、トンチンカンな先生をお届けいたしました。キャンプ&釣りに行った。今から6年前、季節もちょうど今頃、友人 A、B と3人でキャンプ&釣りに行った時の話である。そこはキャンプ場もあったのだが、より家に近い神社の隅の方にテントを張り、バーベキューや釣りを楽しんだ。翌日も早起きして釣る予定だったので、それぞれのテント一人用で早めに休むことにし、疲れもあり、ほどなく眠りについた。おい、おい。誰かの呼ぶ声で目を覚ますと、友人 A だった。まだ寝ぼけている私に A が言った。静かに、音が聞こえるだろう。
キーン、キーン、キーン。確かに金属を打ちつけたような音が虫の音に混じって聞こえる。時間を確認すると午前3時。音は神社の奥に広がる杉林の方から聞こえる。音が気になり、友人 B も起こすことになり、テントを覗くと友人 B の姿がない。周りに呼びかけても返事がない。仕方なく A と二人でその音のする方へこわごわと登っていった。神社を越え杉林に入るところまで来ると音がはっきりと聞こえてきた。暗い獣道を二人で息を殺しながら進んでいく。200メートルくらい登って暗闇に目が慣れてきた頃、前方の杉の木に隠れるようにうずくまっている友人 B を見つける。 B もこちらに気がつき、口に人差し指を当て手招きをしている。 A と二人で這うようにして近づき、シャワーを浴びたように汗まみれの B が指さすその先には、杉の木に藁人形を打ちつけている若い女の姿が。距離として30メートルくらい。その女は手に持っている石に見えた。で、人形に釘を打ちつけ、恨みの言葉を吐いているのがかすかに耳に届いてきた。相手は生身の人間なのは分かっているが、そのおどろおどろしい姿に三人とも完全にビビってしまった。とにかく逃げようということになり、ゆっくり戻ろうとしたその時、誰かいるの？と女がこちらを振り向く。後ろ姿で見えなかった顔がはっきりと見えた。そしてものすごい形相で、うわーと叫びながらこちらに走って追いかけてきた。私たち三人はテントも車もほったらかしで、そのままダッシュで1キロほど離れたキャンプ場まで逃げて、事情を話し管理人室で朝を迎えた。結局は一睡もできず、人通りが多くなった8時頃にビビりながらも神社まで戻った。もちろんあの女はいるはずもなかったが、もう釣りはする気にならず早々に片付けて帰ることにした。荷物を車に積み込み出発しようとした時、うわぁと後部座席に座っていた友人 B が声を上げた。振り返ってみると口を開け車の天井を指さしている。そこには三つ並んだ五寸釘の先端が。車を降りて恐る恐る見るとルーフに藁人形が三つ並んで打ち付けられていた。てか車はどうなったの？釘刺されてたんでしょ？車は友人 B のもので修理に出した後にやっぱり気持ち悪くて知り合いの中古車屋さんに売ってました。売るときに釘が刺さっていたことは言わないように釘を刺したというのが B 君の持ちネタです。かっこ笑い。以上、キャンプ&釣りに行ったをお届けいたしました。取り壊し予定の家。丸本引っ越しセンターでバイトしてるんだけど、取り壊し予定の家から家具を運び出しているときに、客、家の住人で70代近いじいさんが、この壁がなければ家具の出し入れもしやすいでしょうと大工道具を持ってきて、ノコギリやら金槌で土壁を壊し始めたんだが、壊した土壁が崩れ落ちたとき、壁の中に大量のお札が詰まっているのが見えた。ボンゴらしきもの、
漢字じゃなかったが、びっしりと書かれた英語サイズくらいの和紙が見えるだけでも数十枚。それに驚いたじいさんが血相を変えて家の中をひっくり返し始めると、文語みたいな文字の札が家かっこ木造平屋建ての見えない場所から出るわ出るわ、畳の裏、天井裏、縁側の床板の裏、壁の中、一枚一枚すべて手書きで、すべて微妙に違う文字が書いてあった。奇妙なのは、一昨年に工事したという真新しい玄関前の側溝のコンクリ蓋の裏にも貼ってあった。さらに札には明らかに古いものとそうでないものが混ざっていたし、抜年前に見たときはこんなものは貼ってなかったんだけどねと、じいさんが首をかしげるような場所にもいくつか見つかった。家自体は20年くらい前に空き家だったのをそのまま買い取ったらしいから、前の住人の情報は皆無。とどめは引っ越し先の新築の平屋建てに俺たちのトラックが到着する直前に雷が直撃、平井死んで地面に逃がしたけど、あの家、土地にまつわる何かを封じている何者かが、家を手放した後も住人に気づかれないようアフターケアをしていたのでは。あの落雷で新しい家にその何かも引っ越したのか。自分の想像力ではこの程度の結論が限界でした。とにかく不気味な経験でした。以上、取り壊し予定の家、お届けいたしました。親戚が生き返った。550番、あなたの後ろに七七さんが。他すれでも書いたんだが、うちの親戚で二人ほど生き返った人がいます。いずれも通夜の準備始める前のことだったので、すれの趣旨とは微妙に異なりますが、親から電話があり、〇〇さん亡くなったから実家に帰るとあった数時間後に、〇〇さん生き返ったってって電話が来た時は、僕をからかってるのかとすら思いました。うちの親の実家は基本的には今でも土葬、埋葬に行く時に遺体の他に棺を運ぶ人4人も頭にイムの文字を書いた三角巾をつけます。壮烈な雰囲気は何とも言えないですね。またお経を唱えるときに、最初は般若心経を唱えているんですが、途中からは参列者みんなで、阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、と歌うように唱え続けるんです。僕は法事などでこれを聞くたびに、どうしても笑いがこみ上げてしまいます。すごくコミカルな節なので。他にも神道式の葬式に出たことがありますが、あれもあれで不思議な雰囲気ですね。551番、あなたの後ろに七七さんが。550へ。ちょっと質問させていただいてもよろしいでしょうか。その生き返り事件は何年前くらいのことなのでしょうか。それと医者の死亡診断を受けてから後のことだったのでしょうか。552番、551番へ。7、8年くらい前ですかね。親からの電話では、葬式に出るために帰省するとのことだったので、多分診断書は出てたんじゃないかなと思います。生き返ったのは僕の叔父だったのですが、叔母が様子を見に来た親戚の人たちを連れて、叔父の寝ている部屋の扉を開けたところ、上半身を起こした叔父が、よう、みんな集まってどうした？
と笑いながら話しかけてきたそうです。コントみたいな話ですが、その場にいた人にとってはシャレにならなかったでしょうね。こんなこと言ったら地元の人に怒られるかもしれませんが、多分ど田舎ということで医療のレベルがそんなに高くないために起こったことかもしれません。基本的にみんな病気というより老衰で亡くなりますしね。しかし仮死状態で土葬にされたらたまったもんじゃない。ガタガタブルブル。ちなみに九段のおじはしばらく元気でしたが、一ヶ月後に本当に亡くなりました。もともと末期がんで余命数ヶ月と言われてた状態だったので。554番、551、ありがとうございました。553、なるほど、かなりつい最近の話なのですね。そちらの習慣では土葬ですよね。何か絶対早すぎた埋葬を地で行くようなことがこれまでにも絶対にありそうな。かっこ汗。555番、550、なんかすれがひっそりとしてしまったのでもう一つ。550で親戚が生き返った人が二人いると言いつつ、おじの話しか書いてなかったので、もう一人うちの祖母の話をします。40年ほど前、体の弱かったうちの祖母はある日倒れて病院へ運ばれました。一旦は死後硬直が始まるところまで行ったそうです。死亡宣告されたのかは謎。ところがしばらくしてどういうわけか脈が戻り、その後意識を回復しました。その時の祖母の話では、綺麗な花畑を歩いていたら橋があり、渡ろうとしたら祖母、かっこ祖母の祖母にあたる人、当時すでに故人に帰りなさいと怒られたとのこと。祖母はすごくその川を渡りたかったそうですが、どうしても渡ることを許してもらえなかったそう。まあステレオタイプな臨死体験です。現在祖母は80歳ですが、そんな話が信じられないほど元気です。身近に生き返った人が二人もいるせいか、そういう現象に対して特に不思議とかそういうのは感じないです。ああそういうこともあるのかなって程度の認識です。以上、親戚が生き返ったをお届けいたしました。怨念一罰。あれは4年前の出来事。当時18歳になり、周りのみんなも車の免許を取り出し、夜はあてもなく僕と友達3人でドライブをよくしていました。だんだんと目的がないことに飽きてきて、ある友達が心霊スポット巡りでもすっかと言い出し、僕と他の2人もそっち系は興味があったので、みんな賛成で、その日から夜にドライブといえば心霊スポット巡りに変わりました。廃病院、廃ホテル、山奥の廃小学校、人柱トンネルなどなど、行けるところであればほとんどの心霊スポットを回ったと思います。だけど残念ながら僕と他の3人とも霊感が一切なく、どこのスポットに行こうが心霊現象が起こることはありませんでした。巷で少し有名になり始めた一家心中があった家に行った時、今考えればものすごく後悔しています。その日は雨が少し降っている夜でした。噂の廃屋に着いた時間はちょうど牛蜜時の午前2時過ぎ。外観からして明らかにヤバそうな雰囲気が出ています。家の窓やドアなどは
すべてベニヤ板みたいなので打ち付けていて、中は完璧に隔離状態になっていました。さすがにこれは入れないだろうと思い、とりあえず家の周りを一周してみようってことになり、薄暗い中、携帯のライトを頼りに歩き出しました。やはりどこをどう見ても入れそうな場所は見つからず、さすがに無理かなーって思ってた矢先に、なんと友達が裏の戸口のベニヤに蹴りを入れて壊し始めたではないですか。木は軽く腐り始めていて、結構簡単に壊れてしまいました。こいつ絶対呪われるって思いましたね。壊してる時はかなり大きい音が出たのですが、幸い近くに民家などがなく、大きい騒ぎにはなりませんでした。ドアに一人分が通れるくらいの穴ができたとき、怖いもの知らずの友達一人は迷わず真っ暗な家の中に入っていき、僕と他の二人の友達もしぶしぶ入ることに。中に入ってみると、窓やドアなどすべて板で打ち付けられているため、月の明かりが一切入ってこないので、目を閉じているような真っ暗さでした。携帯のライトで周辺を照らしたとき、思わぬ光景に目を疑いました。今らしきところの丸いテーブルに、茶碗や皿が、これから食事を始めるかのように、きれいに三人分並んでいました。廃屋なのに、これはなんかやばいだろうと思いました。風呂場やキッチン、一階はだいたい探索し終わり、友達は二階に行ってみようと言い出し、階段の方へ。階段の目の前にちょうど玄関があり、ドアをライトで照らしたところ、ドア一面の大きさのお札みたいなものが。これを目の当たりにした僕らはさすがに唖然。だが、怖いもの知らずの友達は少し動揺したものの2階へ向かう。仕方なく僕らもついていくことに。階段は人がすれ違う幅は一切なく、一人ずつ上がっていくことに。先頭に上がった友達が二階に着いたとき、はっ！少し驚いた声を上げ、僕らはびっくり。どうした？と聞くと、やばいわ、ちょっと早く来てみ。みんな二階に着き、あたりを見てみたら、壁や床全体に血のシミのようなものが。その多さも半端なく、まるで赤いペンキをぶちまけたような赤い部屋。その壁には、まるで子供が落書きで描いたような人の顔の絵。友達はそれをライトで照らしたときに、驚いて声を上げました。僕が先に見つけていたら気絶してたかも。一番インパクトがあったのは、その絵の顔の目の黒目がないこと。あとすごかったのが、その絵をまるで円のように丸く囲んだ無数のお札。みんなその絵から目が離せなくなり、無言の時間が。その時に友達が、ここは冗談抜きでやばいだろう。そろそろ雨足も強くなってきたから帰るべ。その言葉に僕は大賛成だと思いましたね。ゆっくり階段を降り、戸口の方まで向かった時に、何かあってもおかしくないシチュエーションなのに、僕たちは霊感がなかったため、特に心霊現象は起こらず、無事に帰宅できました。期待された方はすいません。だが問題はここからなのです。家に着いたのは朝の4時前くらいだったと思います。僕は疲れていて、その日はすぐに寝ようと思ったのですが、雨で多少濡れたので軽くシャワーを入ってから布団に潜り込みました。その日はたまたま窓のレースは閉じていたのですが、カーテンは閉まっておらず、月明かりが入ってきていて、目が慣れたら部屋が見渡せるくらいの明かりでした。目をつぶり、うっすら寝そうな時に何かが部屋で動いている気配がしたのです。なんていうか、月明かりが入っていたから目をつぶっていても多少の光が遮られたり、また当たったり。そこでふと目を開けたら、天井に頭をこすらしながら歩く女が部屋をぐるぐると回っていたのです。天井に頭が擦れているくらいなので、身長はだいたい2メーター以上。手足が非常に長く、白い浴衣みたいな格好でした。
金縛りとかには合わなかったのですが、やばい、これは見てはいけないと思い、僕は怖くなり、いなくなることを願いながら目を閉じました。心臓が速くなり、恐怖でいっぱいでした。目を閉じても動いている気配がわかり、やばいやばい、どうしようと思っていたときに、ふと動きがなくなった気配になり、怖かったのですが、目を開けて確かめることに。目を開けたら、足を止めた女はまだそこにいて、お辞儀みたいな格好で僕の顔を覗き込んでいました。僕の顔からだいたい20センチくらいのところに女の顔がありました。鼻と口はひどく曲がっており、一番印象があったのは両目とも眼球がなかったことです。僕はすぐに気を失ってしまい、気づいたら朝でした。起きてすぐに昨日心霊スポットに行った友達に何か異常がなかったかを聞いてみることに。だが誰も何もなかったとのことです。この話をみんなにしたのですが、みんなは夢でも見たんだろうってな感じで流されて終わりました。まあとりあえず何もされなかったので夢だったのかなと思い、その日の夜を迎えました。今日も昨日みたいなことがあったらどうしようと内心ビクビクしながら布団に。今日はカーテン閉めて真っ暗にしたので、なかなか目が慣れなく真っ暗な状態が続きました。寝ようとしても昨日のことを鮮明に思い出してしまい、一向に睡魔が来ずといろいろ考えているうちに、いつの間にか寝てしまっていました。かっこ笑い。気づいたら朝。何にもなかった、やっぱり夢かなんかだったのかなと少し安心しました。次の日も、また次の日も特に変わったことがなく、あの出来事は次第に忘れていきました。だがまだ終わってなかったのです。その日は久しぶりに一人暮らしをしている友達の家で飲むことになり、たあいない話などで盛り上がり、その日は泊まらせてもらうことに。その友達はなかなか霊感が強いらしく、たまに心霊現象を体験しています。時間も遅くなり、そろそろ寝るかって布団に入ることに。おやすみとお酒も入っていたので、すぐに爆睡できました。何時間経ったでしょうか。急に喉が渇き、水でも飲もうかと状態を上げようとした瞬間、急に友達が、何があっても絶対に動くな、声も出すなって言ったのです。最初は寝ぼけてんのかなって思ったのですが、その意味がだんだんと分かったのです。誰かがアパートの階段をゆっくり上がる足音が聞こえ、その音がだんだんと友達の部屋まで近づいてきて、友達の玄関のドアが開く音が。僕は薄目を開けて玄関の方に目をやりました。ふと人影が見え、そこにいたのはあの時の女だったのです。僕は夢だと思い忘れかけていたのですが、友達が言ったことなどを理解でき、あれは夢じゃなかったんだと思いました。薄目で見ていると、女は僕の部屋でした時のように、何かを探すかのように部屋をゆっくり回り始めました。前の時と違い、近くに友達がいたので、前ほどの恐怖心はなく、女の行動を見ていることができました。5分くらいぐるぐる部屋を回った時ぐらいでしょうか。急に足を止めて、頭を急に下げ出し、お辞儀みたいな格好になり、友達の顔を覗き込むかのように見始めたではありませんか。前に僕にやったように。僕は急に怖くなってきて、逆に女から目が離せなくなりました。そしたらいきなり女が長い両手を友達の顔の方に向け動かし始めたではありませんか。僕の時と違う。そう思って何かやばいって感じた時には、僕は自分の枕を手に取り、女に向かって投げていました。今思えば、自分でも自分の行動にびっくりしますね。友達は何も悪くないのに、被害が出たら申し訳ないって気持ちが強かったんだと思います。もちろん投げた枕は、女の体をスルーして壁にぼとり。その瞬間友達が、バカ野郎って声を出し、
そしてお経みたいなのを口ずさみました。すると女は僕の方に顔を向け、両手を広げ、笑みを浮かべながら歩いてくるじゃないですか。僕は恐怖で見たくなかったのですが、女から目が離せなくなっていたのです。歩きながら風車みたいに顔を回転させながら迫ってくるのです。例えが下手ですいません。普通に考えたら首がおかしすぎる光景です。その顔にはやはり眼球もありませんでした。あと少しで僕の顔に女の手が触れるときに、友達が口ずさんでいたお経みたいなのを急に叫ぶくらい大きい声で読み出したのです。その瞬間、女が動きを止め、顔だけ友達の方に向き出し、友達の方をずっと見ているようでした。1、2分その状態が続き、女が急に両足をバタバタ床に叩きつけるような形になり、最後に女が、舌打ちみたいなのをして天井の方に上がり消えていきました。女はいなくなったのですが、すぐには僕は動けず、友達もしばらくはお経みたいなのをずっと口ずさんでいました。やがて友達はお経をやめ、お前なんで動いた、こんな怨霊みたいなのは初めてだ、最初からお前を殺すつもりで来てたんだぞって言い出し、それを聞いた僕も恐怖心が一気に湧いて出ました。ごめん、もう大丈夫かなと僕が言ったら、多分今日はもう大丈夫だと思うと友達が言いました。友達の方に近づいて明かりをつけた時、僕は事の重大さが身にしみるように分かりました。友達は涙、鼻水をひどく垂れ流しており、両手はまだひどく震えていたのです。本当にごめんと僕が言うと、今日は俺がいてなんとかなったからいいけど、次は多分ないぞ、朝になったら俺の知り合いの住職さんのところに一緒に行くぞ。そして朝になり、すぐに住職さんのところに。住職さんは僕を見た瞬間にひどく苦い顔、第一声が、私の手に負えないかもしれない。僕と友達は顔を見合わせ、とにかくびっくりしました。とりあえず身に起こったことをすべて話し、状況を分かってもらうことに。住職さんは、女がなぜ期間を空けてまた現れたことや、女が僕に何をしようとしてたのかを話してくれました。まず、なぜこの期間を空けてまた女の霊が君の前に現れたのは、その女性は自分の死んだ日しか来ることができないのだよ。月は関係なく、亡くなった日にちにひどく執着している。理由はわからないが、部屋をぐるぐる回っていたのは君を探していたんだよ。初めて見た時は君は怖くて動けなかったんだろ。それが一番の対策だったのだよ。気を失って眼球がない女もどこにいるかわからなかったのだ。あと助かった一番の理由は君の守護霊のおかげだよ。君が昨日そこの友達と夜に一緒に入れたの、君の守護霊のおかげだ。導いてくれたんだよ。君が昨日一人でいたら間違いなく連れて行かれていたよ。眼球だけあの女に取られてね。最初から君の眼球を欲しがっていたのさ。自分の代わりのが欲しくてね、あの家に行ったんだね。ちゃんと成仏できなかった、僕らの責任もあるからちゃんと話しますね。噂では一家心中と言われていますが、本当のところは違ってね、夫婦とその子供一人がいてね。ある日、お母さんと子供が遊んでいるときに、子供が自分の両目を強くどこかの角にぶつけてしまい、子供は目が見えないと泣き叫びながら階段から落ち、亡くなってしまったのだよ。母親は子供を止められなかったことや、階段から落ち、亡くなった子供の光景を見た瞬間に、両手で自分の両目を取り出してしまったのです。父親が帰ってきたときに、
子供を見つけて2階に上がったのであろう。そこにはおかしくなってしまった母親がいて、なんと母親は父親の両目を取り殺してしまったのだ。何日か後に父親の仕事の仲間が連絡が取れなくなってしまったことをおかしく思い、家に行った時に無残な光景を発見してしまったのだ。父親や子供は亡くなっていたのだが、奥さんだけは奇声を上げながら壁に絵を描いていたという。怖くなり外に逃げ出し、警察に連絡をし、警察が着いた時には母親も亡くなっていたらしい。その後にひどい状態だから私たちが供養しに行ったのだが、母親の怨念があまりに強く、私たちじゃ手に負えない状態だからあの家に閉じ込めてしまったのだ。月日が経ち、少しずつ怨念が弱くなるのを待って供養しようと思っていた時にこういうことが起こったのです。少なからず私たちの責任もあるので、精一杯の力であなたをお助けしましょう。その日のうちに偉い住職さんたちが5人も集まり、僕の除霊が始まりました。僕は5人の住職さんたちに囲まれ、お経を読んでもらい気を失ってしまいました。気がついた頃には除霊は終わっており、成功したらしいのです。最後に言われたのは、あなたはこれから一生守護霊に恩を返していかなければなりません。申し訳ありませんが、あなたの守護霊が誰かは言えません。その気持ちは決して忘れないでください。その日からいろいろな心霊体験の出来事が多くなりました。また機会があればもう一つの話を載せようと思います。長々と付き合っていただきありがとうございました。以上、怨念一罰をお届けいたしました。コンビニやわより、非正規雇用社員。うちのコンビニには店員の誰もが知っている非正規雇用社員がいる。と言っても不正に雇用しているわけじゃないから安心してほしい。もちろん非正規であるから給料なんかは払っていない。まあうちとしては大いに助かっているんだし、給料払うぐらいなんてことはないんだが、でも金をもらっても使い道はないかもな。多くのスーパーやデパートが抱えている悩みを同じくコンビニも共有している。万引き、スリルを感じるゲームだと思っているやつや、数百円を惜しむやつ、本気で生活に困っているならまだしも、金をちゃんと持っているのに支払わないんだから嫌になる。万引きなんて言うから軽い気持ちでやるんだ。覚えとけよ。万引きは劣気とした窃盗で犯罪なんだからな。それで潰れる店だってある。ほんと、たまったもんじゃねえよ。しかも最近では、店の備品まで盗んでくやつがいる。トイレットペーパーとか、ごっそりだぞ。信じられるか。けど、そんな時に大いに力を発揮してくれるのが、うちの店の非正規雇用社員なんだ。警備員？いや、そんなんじゃないよ。ん？違う違う。うちにいる非正規雇用社員はな、生きてる人間じゃないんだ。幽霊だよ。は？ふざけてるのかって？そう思うのも無理はないよな。自分だって最初はそうだったし。まあ、そんな力いっぱい不審そうな顔しないでさ、ちょいと俺の話に付き合ってよ。
俺がこのコンビニに店長としてやってきたのは2年ちょっと前ぐらい。引き継ぎの時に前任の店長が俺にこそっと耳打ちしてきたんだ。驚くといけないから先に言っておくよ。ここの店はね、出るから。は？何がですか？だから、これがね。前任者はそう言って、両手を胸の前でだらりと垂らしてみせた。ちょっとやめてくださいよ。俺そういうの苦手なんですから。眉間にシワを刻んだ俺に、彼はいたずらっぽく笑う。大丈夫だよ。店の人間に悪さしたりはしないから。お金くすねたりするような不心得者でない限りね。いや、からかわれてるのかと思ったよ、一瞬。第一、出るコンビニって何なんだよって感じじゃないか。でも、店に出るようになって、その言葉の意味がよくわかった。確かにこの店にはいるんだよ。誰も採用した覚えのない店員が。いや、もしかしたら、店で働く誰よりも長くここにいるのかもしれないな。怖くないのかって？全然。だって、店には実害がないからさ。それどころか、みんなが感謝してるんだ。うちの店はさ、高校や大学の近くにあって、学生の利用客が多い。だからってわけでもないんだが、軽い気持ちで万引きをするやつが多い。化粧品、雑誌、菓子、ジュースなどなど。盗まれればその分の売り上げは入らない。だからマイナス分は店の持ち出しとなる。倍の数量を価格に上乗せした状態で売らなきゃならない。このご時世、純利益さえままならないってのに、商品値上げして、客足が遠のいて、そんでもって万引きも減らないってんじゃ、どうにもやりきれないだろう。以前はうちの店もかなりの万引き被害に悩まされていたらしい。特にひどかったのが化粧品。物が小さいから見つけづらいんだこれが。しかも店のトイレ使ってメイクしていくやつまでいる始末。ほんとにな、自分のやってることが世間一般でいう犯罪だって理解してくれよ。で、俺がそれに遭遇したのは店長になってから2週間ほどしてからだった。昼過ぎから4時頃までは昼食を求めるドライバーや菓子を買い与えるために子供を連れてくる近所の主婦、学校が終わった学生たちがやってきて賑やかだ。レジの混み具合を気にしつつ商品の発注作業を行っていた俺の耳に届いたのは、この場にそぐわない男の悲鳴。うわー！駆けつけてみると、トイレの鏡の前で腰を抜かし、あわあわとうめいている高校生の男子。俺は事態が飲み込めず、とりあえず目の前の高校生をなだめることにした。大丈夫ですか？落ち着いてください。一体どうしたんですか？と尋ねようとしたとき、彼のズボンのポケットから何かが落ちた。腰をかがめて手に取ってみれば、それは携帯音楽プレイヤーに使用するヘッドホン。購入したことを示すテープも貼られておらず、剥き出しのままだ。おいおい、もしかして万引きかよ。俺が口を開こうとした瞬間、タイミングを計ったように店員の一人が声をかけてきた。床が濡れていたので滑ってしまわれたようですね。お怪我があるといけませんので事務所の方へどうぞ。慣れている。これまで何度もこんな場面を見ているのだろうか。店員は高校生を立たせると、床の上に落ちていた商品をさりげなく拾い上げた。店長、こちらお願いします。後で事務所の方へ。小さい声で俺に告げ、店員が高校生を事務所へと案内していった。申し訳ございません、トイレの床が濡れていたようです。お騒がせいたしました。こちらを見ている数人の客に向かって頭を下げると、掃除ロッカーからモップを取り出す。だがトイレの床に滑るほどの水は見当たらない。手を洗った時に跳ねたと思われる水滴が若干跡を残しているだけだ。ん？どういうことだ？こんなところで首をかしげていてもしょうがない。
俺は手にしていたモップで洗面台の下を拭き、トイレのドアを開けた。雑誌コーナーの前に立っていた中年の男性客と目が合った。トイレを待ってたのか？お待たせしました。そう言って軽く頭を下げると、彼は、いやいや、と手を振った。そっか、店長さんは来たばっかりなんだ。驚いたでしょ。はあ、そりゃあまあ。いや、ほんとマジで、何がなんだか。ここの店はさ、あるんだよ、ああいうの。店長さんも早く慣れた方がいいよ。常連のお客さんとかは事情知ってるから、今さら驚かないしね。お客さん？一体何の話を？全く理解できない。話についていけない。前の店長さんから何も聞いてないのかい？そういえば何か聞いたような気がするが。まあ、事務所へ行って話を聞けばわかるさ。あの高校生と店員さんが待ってるんだろう？そういえばそうだった。事務所に顔を出してみると、高校生は店員と向かい合わせで座っている。落ち着いているように見えるが、青い顔をして、時折肩を震わせていた。店長。俺を認めた店員が声をかけてくる。君、名前は？スチール椅子を引き寄せ腰を下ろす俺に、高校生はうつむいたまま、上目遣いに視線をくれた。その目の中には、確かに何者かに対する怯えが浮かんでいる。幾度か口を開くのだが、うまく声が出ないような素振りで、結局口をつぐんでしまう。唾を飲み込むためだろうか、数回喉が上下し、彼はようやく声を発した。この年頃の少年のものとは思えないほど、か細く弱々しい声を。制服を見ればどこの学校かはわかる。うちの店から一番近い高校のものだ。言葉を発したことで、少しは気が楽になったのだろうか。下で唇を湿らせると、俺に向かって口を開いた。本当にすいません。出来心だったんです。お金は払いますから。ちょっとでも言葉が途切れれば、自分の中で奮い起こした勇気が泣いてしまうとでも思ったのか、一気に喋る。万引きの罪から逃げようってのか？それにしちゃ必死さが尋常じゃない。目が血走って、口から唾を飛ばしそうな勢いだ。一体トイレの中で何があったってんだよ。全くわからない。すいません、すいません。初めてだったんです。これまでこんなことしたことなかったんです。本当です。信じてください。聞けば、自分が使っているものよりも機能の良さそうなヘッドホンが目に入り、つい魔が差してしまったんだそうだ。出来心や魔が差して商品盗まれちゃ、こっちはたまらんのだがな。すると、それまで俺の隣でじっと話を聞いていた店員が口を開いた。君が見たのは何だった？は？見た？何のことだよ。誰か俺に説明してくれ。だが、高校生は店員のこの言葉に過剰なほどの反応を見せた。戻りかけていた顔色がすっと青ざめ、全身がブルブルと震え始めた。その震えを抑えようとしているのか、両手をぎゅっと握りしめている。友が。喉から押し出すみたいにして言葉を発する。うまく言葉にならないのか、数回、唾を飲み込んだり、咳払いしたりを繰り返す。子供がいました。両目のない子供が、僕の背中におぶさって、後ろから首に小さな手を伸ばして、真っ黒な穴になった目から、真っ黒な血を流しながら僕を見ていたんです。鏡の中から、僕のことをじっと。その時のことを思い出したのだろう。まるで高熱を出した時みたいに全身がガタガタと震えている。見ているこちらが気の毒になってくるほどだ。店長、どうやら本当に初めてのようですよ、彼。だから、ちゃんとわかるように説明してくれよ。
そう思っているのは俺だけじゃないみたいだ。高校生も青い顔で店員を見合っている。俺と高校生の様子に店員は一つ息をつくと話し始めた。君が見た子供はね、この店にずっと前から住んでいる者たちの一人だよ。彼らはこの場所が好きで長いことここにいるんだ。どうしてここにいるのか、何のためなのか、それは知らないけど、この近隣じゃ有名な話なんだ。何の話だ？住んでる？彼ら？なんだそりゃ。きっと俺の顔には面積いっぱいにハテナマークが浮かんでいたことだろう。彼らはこの場所を自分のテリトリーだと思っている。だからこの場所、この店から無断で何かを持ち出そうとする者に我慢がならないらしい。万引きをして商品をトイレに持ち込む連中がいるでしょ。盗んだものをカバンに入れようとして。店員の最後の一言に高校生の方がピクリと動いた。思い当たる節があるのだろう。そうするとね、出てくるんですよ。どういうわけだか見る者によって相手が違うみたいで、彼のように初めての場合は子供が見えるんです。なるほど、それで高校生の盗みが初犯だって分かったってか。ってこれで納得してもいいもんなんだろうか。俺が妙な顔をしているのを見て、店員は仕方がないなぁというように苦笑した。これまでの経験で外れたことは一度もないんですよ。大丈夫ですから任せてください。自信満々な店員の言葉に押し切られた形で俺は様子を見ることにした。どう考えたって相手の方が場数を踏んでるっぽいしな。そんな俺をよそに店員は高校生に向かって話し始めた。君も反省しているようだし、初犯ということで今回はちゃんと正規の代金を払ってもらうってことで多めに見るよ。でも君がやったのは万引きなんて軽いもんじゃなくて、窃盗というれっきとした犯罪なんだってことをしっかり理解してもらわないと。自分に対して語られる一言一言、彼は神妙な顔つきで聞いていた。ここでこういう体験をしたってことは君のためにも良かったと思うよ。遊び半分でこんなことを繰り返していたら、いずれ間違いなく警察のお世話になるだろう。学校にだって連絡が行く。そうなったら君の未来には大きな傷がつくかもしれないぞ。今この場で何をやろうとしていたのか自分でちゃんと考えて反省するんだ。もう二度と誘惑に負けないように。さもないと、今更ながらに自分のしでかした行為のもたらす結果に思い立ったのだろう。その目に真剣な色が浮かぶ。そんな高校生の様子に俺は内心ちょっと安心していた。この様子なら大丈夫だろうな。自分のやらかしたことを理解して反省している。ここで反省できるなら再犯の確率はぐんと低くなる。店員のさもないとに続く言葉を通報しなければならない、もしくは学校に連絡するだと俺は勝手に解釈していた。だが出てきたのは俺の想像の範囲を大きく上回っていた。これから先、君の心によからぬ考えが生まれるたびに見えるようになるよ。鏡だけじゃなくて、それこそ窓ガラスや消えているテレビの画面、プールやお風呂の水面にもね。場所も時間も関係なしに、映るもの全部に現れる。君が見た子供だけじゃなく、他のメンバーもやってくるだろう。俗に言う、取り憑かれるってやつだ。想像してみた。たまらん。考えてみてほしい。家の窓、テレビ、パソコンの画面、風呂の湯、飲もうと口をつけたコーヒーの表面、それらに映り、じっと自分を見つめている何者か。ぽっかりと開いた闇のような両目のない穴が常に自分を見張っている。消そうとしても消えるものではなく、目にせず、映らずに生活していけるとも思わない。きっと俺と同じように考え、想像したのだろうな。高校生も酸っぱいものを飲み込んだような表情になった。
本当にすみませんでした。もう絶対にこんなことはしません。本当にすみませんでした。ちょっと涙目になりながら、高校生は何度も何度も頭を下げ、取るつもりだった商品の料金を支払って帰っていった。それを見送っていた店員が、あんな風に聞き分けのいい子ばっかりだと、こっちも助かるんですけどね、とつぶやいているのが耳に入る。まあね、けど、あんだけ脅かしとけば、また万引きしようって気も起きないんじゃないか。高校生の名前や住所などを記入した用紙をファイルに挟みながら、店員に言葉を返す。あれ？店長は僕が言ったこと、ただの脅しだと思ってるんですか？だってそうだろう。あんなの本気じゃないだろう。脅かしじゃなきゃ冗談か？ファイルを事務机に戻して顔を上げると、店員がニヤッと笑うのが目に入った。店長って、この手の話苦手な人だったんですね。残念ながら脅しでも冗談でもないですよ。全部本当のことなんですね、これが。おいおいおい、マジかよ。じゃあ何か？あの取り憑かれるってのも。はい、本当です。実際にありますよ、謝りに来た例が。興味をそそられた俺は詳しく話を聞いた。以前この近くで一人暮らしをしていた60代の男性が、うちの店で頻繁に万引きを繰り返していた。生活費を削るためなのか、生来そういった性癖だったのかは不明だが、小さな品を数持っていくので店としてはマークを強化していたようだ。だが敵も去るもの、店が混み合って店員の手が空いていない時を狙ってやってくる。数回捕まえて厳しく諭したのだが、のらりくらりとして焼け石に水、挙句の果てに年寄りをいじめるの、一人暮らしから金をむしり取って楽しいのかなどと逆ギレして大騒ぎしたらしい。ほとほと困り果てた店側は仕方なく警察を呼び、男を連れて行ってもらうことにした。次に男が店に来た時にどうするのか、当時の店長も頭を抱えていたそうだが、それ以来パタリと男は店に顔を出さなくなった。警察できつくお気を据えられて、男もようやく反省したのかと思っていた矢先、血相を変えた男が店に飛び込んできた。店員の制止を振り切ってトイレに駆け込むと、鏡の前で土下座をし、床に頭をこすりつけんばかりにして必死に謝罪の言葉を繰り返している。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、許してください、申しません、許して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 、ごめんなさい、ごめんなさい。延々と続く謝罪の言葉は、怪しい呪文のように狭いトイレの空間に響いていたという。他のお客の目もあるし、何より営業中にそんなことをされれば仕事に差し支える。しばしった目を座らせて、床に額をこすりつけている男をなだめすかし、事務所へ連れて行くことにした。引きずられるようにして事務所へ向かう間も、男はずっと謝り続けている。どうにか椅子に座らせ、水を与えて落ち着かせる。震える手で湯飲みを支え、一口二口水を含んで、ようやく大きく息をついた。事情を尋ねる店員に、男はポツリポツリと語り始める。万引きをするようになってから、家中の鏡やガラスに変なものが映り込むようになったという。その時は特に気にも留めていなかったらしい。はっきりとしたものではなく、何やらぼんやりとしたものが鏡などを見るたびに自分にまとわりついている。だが自身の年齢もあり、とうとう目に来たかと思う程度だったという。万引きに対する罪悪感はあっても、意識に引っかかるのはわずかな間、またすぐに店の商品に手を伸ばし、カバンやポケットの中へ。そうこうしているうちに、映り込むものの輪郭がはっきりしてきた。鏡の中からじっと無表情に自分を見つめている闇のように空っぽの両目、そこから流れる真っ黒な涙とも血ともつかない体液。幼い子供の時もある。髪を振り乱した若い女の時もある。頭からダクダクと血を流した中年男性、傷だらけの白髪の老婆だったこともあったという。中でも一番恐ろしかったのが、
自分と同じくらいの年齢の男性だったそうだ。すべての歯が抜け落ちた口を動かし、男の罪を責め続けた。一日や二日ではない。毎日毎日、鏡の中から、窓ガラスから、止まっている車のフロントガラスから自分を見ている。テレビから、風呂から、お茶から、道端の水たまりから男の罪を責め立てる。しまいには、すれ違うだけの人間の目にも映るようになったという。実際、それらを見なくても済むように、自身の目を傷つけようと考えたこともあったらしい。家中の窓ガラスを塞ぎ、鏡を覆い、見ないようにしても視界に入ってくる。映らない。映らないように生活することは、もしかしたら不可能かもしれない。そう思い至ったとき、男は本気で恐怖したのだと。これまで自分がやってきたことが犯罪と呼ばれるのだと。今ここでどうにかしなければ、この先どこまでも追ってくるのだと。フラッシュのように考えが脳裏を駆け巡った途端、いても立ってもいられなくなり、店のトイレの鏡に向かって謝ったのだ。自分が盗みを働き、トイレの個室で商品を隠したときに、その行為を鏡の中からじっと見ていた者たちに。男はこれまで万引きした商品がどれくらいの金額になるのか、正確にはわからないが、と前置きしながら、封筒に入った3万円を置いていったそうだ。店としてはそのまま受け取るわけにもいかず、何度か男に連絡して金を返そうとしたらしい。だが、男は頑として受け取ることを拒み、しばらくして引っ越してしまった。遠方に住んでいた息子夫婦と同居が決まったらしいということだった。この一件以来、うちの店での万引き被害は目に見えて減ったのだとか。まあ、万引き被害がゼロになったわけじゃないんですがね。店員は語り終わると軽く肩をすくめた。あっと、話し込みすぎちゃいましたね。レジに並んでるんで行ってきます。バックヤードの仕切り扉を開き、小走りにレジへ向かう後ろ姿を見やりながら、俺はなんだかぼーっとしてしまっていた。俺がトイレの連中と会ったことがあるのかって？ああ、何度かあるよ。ただ、彼らには彼らのルールがあるらしくってな。万引き犯たちが言うような、おどろおどろしい姿を見たことは一度もないんだ。と言っても、トイレの掃除をしたり、洗面台に花を置いたりするときに、視界の隅にちらりと映るだけだけどね。けど、よろしくない考えを持つ人間に対しては、客も店員も関係ないらしい。いや、店を守る立場にある店員に対しての方が厳しいかもしれないな。俺は机の上に積まれたトイレットペーパーの山を人差し指で弾きながら、目の前に座る人物に向かっていった。こんだけの量を持ち帰ろうとしたんだ。出来心ってわけじゃないよな。自分が何をしようとしてるか、ちゃんと理解してたはずだろう。それに今回が初めてってわけでもなさそうだし。ん？今回が初めてだって？おいおい、バカ言っちゃいけないよ。ボールペンやセルテープを1、2個持っていくのとは違うんだぜ。店の備品のトイレットペーパーを5個も6個もでかいカバンに詰め込んで、何食わぬ顔していられるなんて、バカず踏んでなきゃできないって。それにさ、俺は1ヶ月ほど前に雇ったばかりのアルバイトに教えてやった。君のロッカー扉の鏡からさ、ものすごい形相で睨んでんだよ。うちの非正規雇用社員たちが。しかも、一人一人交代しながらね。以上、コンビニアワより、非正規雇用社員、をお届けいたしました。放送分、あやかし語り第115夜。
読ませていただきましたのは、前に住んでいた借家、トンチンカンな先生、キャンプ&釣りに行った、取り壊し予定の家、親戚が生き返った、怨念1月、新規追加分、コンビニやわより、非正規雇用社員、以上7本を読ませていただきました。それではこれで本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りにはお気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様、おやすみなさいませ。